それでは引き続きまして2つ目のパートについて学長からお話をいただきたいと思います。照道学長、よろしくお願いいたします。それでは2つ目のパートで私がご紹介する話題はまさに今日のメインテーマとしました時代を生きる、地球に生きるということです。これは先ほど里村さんからのご質問がもありました。どういう意識のもとでこれから生きていけばいいかということで、私は一言で表現すると、この時代を生きる、地球に生きるという言葉で言い表されるのではないかなというふうに考えています。で、そのじゃあ時代とは一体どういう時代なのか、あるいは地球に生きると、これもともと人間はこの地球に生きてきたわけですけれども、あえて今また地球に生きるということを意識するというのはどういう意味を持つのか、これについて考えていきたいというふうに思います。一体私たちはどういう時代を今生きているのでしょうか。すでにデジタル化、あるいはグローバル化といったようなことで社会の変化が表現されてきました。皆さんもグローバル化といったような言葉はいろいろなその高校の中での取り組みでも使われてきていると思いますし、これからデジタル社会、あるいはデータ駆動型社会と言われるような AI を駆使する新しい社会がどの方向に向かうかといったような問題意識もお持ちだというふうに思います。そしてさらに先ほど表現しましたけれども、予期せぬ、あるいは望まぬ変化として災禍というものが我々を今苦しめているわけです。つまりこのような言葉で言い表される変化の時代ということが言えると思います。変化の時代という言葉自体は、それほど新しい新鮮味のある言葉ではないかもしれません。でもあえてこの変化の時代という言葉を使う意味は、私は次に書いてありますように、この時間尺度の変化ということについても考えていただきたいというふうに思うからです。時間尺度、私たちは人生を、今は100年人生100年時代と言ったりもします。そういうスパンでものを考えながら、人間の社会がどういうふうにこれから発展していくのかといったようなことを議論しているわけですけれども、一つの例としてこのスライドにある次世代社会という言葉があります。私にとって今これを見ていただいている皆さんは次世代社会への担い手になっています。よくそういう表現を皆さん自身もされるのではないでしょうか。この次世代社会という言葉は、世代をまたいで、世代を超えて起こるその変化に対して、期待やあるいは予測を立てているものでありますけれども、これからの時代は一つの世代、つまり皆さん自身がこの一つの世代の中で劇的な大きな変化を複数回経験する時代になろうというふうに思います。ですから世代を超えた社会の変化というよりも、この5年、10年というものを見ながら社会がどう動いていくかということを考えなければならない時代であるということです。変化ありきの時代、そして今回のコロナ禍のように余儀なくされる変化を経験する時代になりました。こういった時代の捉え方は一つの側面でありますから、皆さんにとってのその時代の捉え方というものをぜひ考えていただきたいというふうに思います。一方で地球に生きる、このことについて考えたいと思います。これまでにグローバル化、この課題に対するさまざまな学びの機会、あるいは取り組みが高校でも行われてきていると思いますし、大学の中にもさまざまなプログラムが用意されています。しかしこのグローバル化という言葉、この化というグローバリゼーションという言葉についてはまだ未完成であるということを言っているわけです。我々はその途上にあるし、過渡期にあるとも言えます。それでは完成形となる真のグローバル社会とは一体どういうものなのでしょうか。地球上に生きる私たちはそのことについてそろそろ具体的なイメージを持つべきだというふうに思います。例えば地球上に存在するグローバルイシューとして代表的に挙げられるものの中に環境問題、あるいは貧困の問題、そして教育の問題、さらに今回の感染症による影響の問題などが挙げられますけれども、この真のグローバル社会の中で一体私たちは何を果たしてどういう理想的な社会に近づけるのか、このことについての具体的な構想が必要になっています。さらにウィズコロナ、あるいはアフターコロナと言われるようなその経済の回復を目指す途上において、私たちの目にしっかりとその回復の先にあるべき社会の姿が見えているでしょうか。もっと懸念することは、回復期の中で取り残される人々、あるいは国、地域が生じないでしょうか。こういったことについて我々は地球に生きるという地球という単位で今一度考えてみる必要があります。さらに時代のところで説明をしたように、変化の激しい時代の中で一番大切なことは、自分自身の人間形成を自分自身でデザインすることであろうというふうに思います。その筆頭となる基盤は信念、あるいは志と呼ばれるものではないでしょうか。自分自身の生き様の根幹を表すものであるとも思います。信念とは社会の中での個人、自分自身のありようを示すものでもありますし、その社会は時代を映しているものでもあります。したがって先ほどご説明したような時代を捉えるという作業がまず第一に必要だろうというふうに考えているわけです。上智大学ではその教育精神として「Men and Women for Others with Others」という言葉を使って表現をしています。他者のために、他者と共にという言葉です。これはまさに他者の存在と自分との関係性について、他者に奉仕する、そして寄り添うリーダーを輩出したいという思いが込められています。それではその他者とは一体誰のことを指すのでしょう。もちろん身近な存在の他者がいると思います。ただ皆さんにとっての身近とはどういう範囲を指すでしょうか。ご家族、友人、先生、いろいろな身近な人々がいると思います。ぜひ地球に生きる皆さんにとっては、この身近な存在が地球全体に及ぶことを期待したいというふうに思います。私からの2つ目のパートのお話は以上です。この時代を生きる、地球に生きる、このことについてぜひ皆さんのご意見も伺いたいというふうに思います。はい、学長ありがとうございました。グローバル社会の中で生きるというテーマでしたが、こちらのテーマに関してもたくさんのご質問を事前にいただきました。そうしたお声を代表して、ここでは向山さんと葛城さん、お二人に質問をしていただきたいと思います。まずは向山さん、お願いいたします。こんにちは。こんにちは。向山優香と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速なんですが、現在グローバル化が進む中でのコロナ禍という状況ですが、この時代に必要な力とはどのような力だと上智大学ではお考えでしょうか。はい、ありがとうございます。非常にタイムリーなかつ本質的なご質問だと思いますね。そういうことに、問題意識を持っておられるということについては本当に、感服します。それこそですね、今の向山さんの質問を考え議論する場でありたいというふうにも思うんですね。高校の中でももちろんそういったことを考える機会はあるかもしれません。また大学になると新しい環境の中でそういった議論もできるようになります。例えば本学ではその問題に対してですね、考える周りの人たちですね、いろいろな国からいろいろな人たちが集まってきています。一体その中で必要な力って何だろうっていうことをまず、若い人たちの間でもぜひ議論してもらいたいなというふうにも思います。それでは、そういう言い方をしてしまうとお答えになっていないので、私の考えを少しご紹介したいというふうに思います。必要な力というのはおそらくたくさんあると思うんですね。でたくさんあると思うんですけども、大きく、くくって、お伝えをするとまさに、この時代、先ほど申し上げたようにその変化が激しい時代の中で、個人の主体から生まれてくる力を作っていただきたいということです。さっき申し上げた力、必要な力たくさんありますよねっていうのはそうですね、社会をこう展望する力も必要でしょうし、情報をしっかりと読み取って解釈をするという力も必要でしょうし、新しい社会への創造や、あるいは、そうですね、制度作りであったり、そういった中で新しい着想というものも必要になって、そういったものは全部力という表現ができると思います。着想力、交渉力、展望力、いろんな言い方ができると思いますが、一方でそれらの力というものは何かこう定義されて、皆さんにこれを身につけるとその力がつきますよということをお伝えできるわけでは決してありません。むしろ皆さんのような若い世代の人たちがその問題意識の下でその力自体を生んでほしいということなんですね。大学という学びの場にはそういったことを生み出すための材料がいろいろと提供されていくと考えてください。動機づけであったりきっかけであったり、そういったものは上智大学のキャンパスの中にたくさん転がっていると思います。そういうものを取り込みながら自分の力として新しい着想力というものであったり、それから新しい社会に向けての自分自身のスタンスであったりを考える、そういう力こそが必要ではないかなというふうに思います。もし向山さんがこのことについて何か意見があったら、ぜひここで少しお話をしたいと思いますけど、どうでしょう。私は先ほども話を聞いている中で、やはり変化に対応する力だったり、あとはお互いを尊重する力が必要なのかなって思いました。そうですね、素晴らしいですね。すいません、私の答えよりも素晴らしかったですね。お互いを尊重するっていうことについて、これは私自身もすごく大事に受け止めています。でそれはお互いを尊重するっていうのは人間社会の中で割とこう本質的な部分だというふうに思うんですね。あるいは本能的にその互いの尊重っていうのはこれまでも行われてきたんだというふうに思います。ただ今質問の中にあったように、グローバル化の中でコロナ禍を経験して国際協調をどうやって果たしていこうかといったようなことをいろいろ考えていく中で、互いを尊重する力というものは確かに力だなというふうに今あなたの回答を聞いていて強く思いました。そういったものを養う教科書はありません。これはおそらく皆さんの経験で、そして決して高校や大学という限定された期間ではなくてですね、これから人生の中で全ての地球市民がそのことについて考えていくということが大事ではないかなというふうに思います。素晴らしいご指摘でした。ありがとうございました。はい、向山さんありがとうございました。はい、それでは続きまして次の葛城さん、よろしくお願いいたします。こんにちは。こんにちは。葛城くるみと申します。早速なんですが、ポストコロナ時代、私は形になるべきであると考えています。しかしこう文化的異なるものを認めるということは、簡単なことではないと、ここ1年での内学長は世界はより多様な社会になるべきだとお考えですか。また、それを達成するために私たち学生はどのようなことをより意識していくべきなのでしょうか。はい、少し音声が途切れてしまいましたので、事前にいただいていた質問を私から読ませていただきます。ポストコロナ時代、私はより世界は他者を認め、一つに統合した形になるべきであると考えています。しかし、文化的背景が異なるものを認めるということは簡単なことではないと留学の経験から感じました。照道学長は、世界はより多様な社会になるべきだとお考えですか？また、それを達成するために私たち学生はどのようなことをより意識していくべきなのでしょうか。こうした質問をいただきました。学長、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。今少し通信があれでしたけど、私の声は聞こえてますか？あ、聞こえてます。すみません。はい。今も大丈夫です。はい。もう本当にその多様性を理解することといったようなことがよく言われますけれども、そう簡単なことではないですよね。特にその文化的な背景が異なる、そういった中から生まれてくるさまざまな意見というものは、対立しがちであるということをすでに我々人間社会は経験してきているというふうに思います。そういったものの中からその多様な社会として、かつそれが持続可能で、誰も取り残されないといったような形で実現するためには、単純に流れに任せてというわけにはいかないだろうという、そういう視点、ご指摘なのかなというふうに思いました。で、そもそもですね、このグローバル化ということは、全地球を画一的なものにしようという、そういう考え方では決してないはずなんですね。グローバル化というのは、さまざまな個や、個っていうのは、個人、個性、あるいは国、地域という単位、その個を尊重すると、その中でどういう協調社会が実現できるかということが問われている、これがグローバル化だというふうに思います。確かに文化や宗教や言語の違いというものは、私たちがその多様性の中でいろいろな人と話をすると、はっと気づかされることもあるし、場合によってはなかなかその考え方を理解できない、そういう場面も出てきますよね。例えば、宗教が異なる環境の社会で、にいる人と議論をしていくと、例えばですけれども、世界は平和であるべきというところまではお互いに共通の理解、意見の一致をすることができます。ところが、じゃあこの社会というものが、どこに向かっていくべきか、それはどういうその神の下で、それが行われていくべきかみたいな話になってくると、それぞれの宗教の個別の事情があったり考え方があったりということで、そこから先の議論というのはなかなかできないわけですよね。で、それはお互いがそれを認め合って、その宗教のこと自体に自分自身が信じないといけないということとは違うと思うんです。そういう考え方、そういう信仰の仕方、あるいはそれに基づく社会の在り方というものが存在すること自体を認めていけばいいわけですから、私たち、あるいはご質問の中にあった学生としてどのようなことを意識をしていくかということについては、まさに今おっしゃった葛城さんが経験をした文化的な背景が異なるような場に実際に身を置いてですね、文化的背景が異なるということはどういうことなのかということを経験していくということが必要ではないかなというふうに思います。その中で仮にその中から生まれたですね、そうですね、対立的な意見というものについて仮にそれが生じたとしても、それは私は何ら問題がないと思うんですね。多様性があるということの利点は、そういう対立軸があったり異なる意見、異質の意見があることによってその中である一定の合意形成がされながら社会が成長していくというところに大きな期待があるわけですから、決してその文化背景が異なる、あるいは宗教的な背景が異なる、言語的な背景が異なるということによって生じる差というものについて、それを取り除いていくということがグローバル化の中で必要だというふうには私は考えていません。すいません、お答えになっているでしょうか。はい、大丈夫です。はい、葛城さん、ありがとうございました。このテーマは事前の質問が一番多く集まった分野でした。上智大学を目指される皆さんが国際社会に大きな関心を寄せていることが伝わってきました。ご質問いただいた皆さん、本当にありがとうございました。